弊社の A タップで領域試験を行っていきたいと思います。限界挑戦したいと思います。はい、回転数とかで言うと、はい、最初は796回転で始めて徐々に上げていきたいと思います。カップのサイズは M10 です。 M10 です、はい、M10 で700、800機械ってもうすでにマスターがあるので、僕らはそれぐらいでやってましたね。それ以上上げることはなかったんですけど、やってみましょう。はい、さっきの上げ方がね、上げなかったからどうなるかちょっと楽しみです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、でも早速、はい、まずはサウナって、あ、こっちに入ってますね。あ、いいですか。ああ、見慣れた感じ、うん、これくらい、これくらい見慣れた角度か。うんうんうん、来てる来てる。で、ただ本格的には25メーターから50メーター。まあ、これは50メーターくらい。そうですね、まだまだです。まだまだ切り取っていきますかね。ああ、そう、あまりですね。1952回転。これはあのピッチ間違えたと思って飛びのやつね。全然まだまだですね。これじゃあゲージもあるので最後は、そうですね、はい、2300回転。試そうとも思わないよ。で、そのまま行っちゃうんじゃないかって。下のまま。ちょっと怖いですよね。怖いですね。ちょっと外れてますね。ちょっとですよね。はい。ちょっと外れて、まあ、やってます。じゃあ加工していきます。うわっ、あっ、あー、怖い怖い怖い、めっちゃ怖いが、それはさすがに怖い。キックが分かんなくなりますね。飛んでいっちゃう。あんま変わらないから。変わらないね。まあ、全然アンタリで行ったら変わってない。夏なんで、回転数が上がると、もう上がってくる。そうですね。もうね、登録会社に止めてるからね。次が、3100。上がり方きつすぎる。この辺がちょっと、重いですね。まだいける。いやー、どうですか。どうですかね。ここは分からないです。はい、切削道路進んだ 100m。 100m、 はい、もう何体操か。そうじゃないですか。情報ですか。これあー、フォークとこちらだってね。いきます。フォークも多いです。はい、はい、引いちゃうんですね。もはやちょっと切り傷が、もう回転数が速すぎて見えないですね。ブレーキしちゃってもらうと、どっか行っちゃってます。切り傷吹っ飛んじゃってますね。あ、これ切り傷入ってがすごくいいので、
さすがですね。さすがですね。絡まないと。もう絡まない。こっからさすがですねしか言えないで。だってよくタップスパイラルタップ数やるとここにまっつくじゃないですか。あ、プレッシャーになってるね。ここにまっついたりするんですけど、それが一切ないです。はい、そうなんですよね。いや、ここからが怖いですね。まだ行きます。あ、まだ行くんですか。あ、行きます行きます。まだ行きます。どこがエンディングなのか全くわからないっていう。まあ、これは結構危険な領域ですよ、多分。3980回転。4000近い。はい。4000でタップって。これが 125m です。おお。この辺で多分マックス限界来るんじゃないかなと思いますけど。音でわかると思う。音も鳴りますし、ちょっと食いついた瞬間折れるかもしれない。あ、今までは音はあんまり鳴ってない。全然鳴ってない。シュルシュル。折るとやばいですよね。4000回転で M10 を折るとかなりの衝撃だと思いますよ。怖い。ただこの辺から一血一血でしょ。あ、なるほど。ぜひお願いします。はい。で加工します。 125m 怖いですね。いいんですかね。ためらいが。おでも全然。おすげえ。さすがですよ。ただちょっと切り口がちょっともうダメですね。カラーカーも絡まってないので。なんか普通やな。普通やな。焼けてるとかでもなく。普通やな。これでエンディングという感じ。だからどうしますかね。もう一発いきます。どうしますか。変化がないですね、音とか。そうですね、ちょっと行きます。じゃあお願いします。怖い。さすがに怖い。消えた。おおすげえ。もう終わりましょう。これ限界っすわ。僕の心の限界っすもん。怒られそうだし。別にやらなくていいからね、これ。これまだエンタメだから。これをやるというわけではございませんので、あれしないでください。この領域をテストしてカタログステッカーで売ってる。そう。本当ですか、山さん。送り9000。送り9000の加工をしたことがないですね。多分ね。衝突じゃないですか。衝突ですね。いや、本当に衝突ですよ、これ。出力交換でいくらでしたっけ。めっちゃプレッシャーかける。これできたらどうしよう。で、多分めっちゃもう本当すごい音しますよ。これ折れたらカットっすよね。折れたら。お、怖い。マジで怖い。できるんですか。今外しますね。外した方がいいっすよね。そうですね。あのゲージで検査もしないです。そうですよね。ゲージ検査します。じゃあこちらのゲージを使って検査していこうと思います。まず止まりから行きます。これが25m。150入らない。で200、180、まあ、6000回転、機械のマックスピード188ぐらい入らない。 OK ですね。で次通りの方、こっちが入らないと、まあ、タップができたとは言えない。こっちも検知します。25。これはね、これが入らない。これ入らない。何の企画もあってもらえない。全部ボツ。そう
完璧にここでいきます。すごいですね、エータップ。エータップ。思いもよらないところまで来た。今日はありがとうございました。今日はなんとか重工さんに来ていただきました。また OSG から動画を上げていくのでぜひ見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しみにしてます。頑張ります。これ貯金箱ってね、ここに貯金って。そうです、そうです、はい。なんで作ったんですか？これはちょっとあのうちのものづくり部っていう企画でですね、はいはい、パブ君の貯金箱を作ってみよう。なるほど、なるほど。はい、企画がありまして、そちらで作りました。これ、材料サイズがね、えぐいですね。150角ぐらいある。100角ぐらい。そうですね。円柱で考えると、140の下が150のものから切り出してます。大人気タップが貯金箱になったということで。1位。もらって帰ります。さっきのやつ。開けていいですか？あ、なるほど、なるほど。じゃあ、こっちをもらって帰ろう。あ、そういうことです。